はい、続いてね、開封編でございます。まあ2つ買いました。まあさっき説明したんだけどね、まずは、買ってきたのは Amazon でございます。続いて Amazon でございます。これですね、とりあえず片方ずつ開けていきましょう。まあなんとなくどっちがどっちかわかるけど、じゃあこのこっちの方からね、こっちの方から、開封していきたいと思います。CPU クーラーですね。株式会社サイズの、虎鉄というやつでございます。なんて言うんだろう、安くて、カカクコムとかアマゾンでずっとランキング上位、常に3位ぐらいを保ってるぐらいかな。もう俺が見てる限りずっと1位だったんですけどね。虎鉄というやつでございます。もうこれでいいかと。まあ冒険という手もあったんですけど、まあ定番に売れてるやつでいいかと思いまして、これにしてみました。はい、続いてね、この平べったやつはもう決まってますよね。もう決まってるよね。どちらというとこっちがメイン。こちらになります。ASUS または ASUS の、GeForce GTX 750 Ti でございます。はい、いやー買っちゃってましたね。 Amazon でね、1万4000円ちょっとぐらいかなで、売っております。はい、これをね、買った理由がですね、これね、すごく省電力なのにそこそこのグラフィック性能もあるというやつでございます。前の、今まで持ってたやつが 760OC っていう、数字だけで言うと、これ上なんですよ、ね、実際上なんですけど、一応シリーズ的には全然こっちが新しくて、かなり省電力モデルとなっております。で、どれぐらい違うのかっていうと、スペック的にね、やっぱ2割減ぐらいかな。前まで例えばスコアが、まあ、1万出てたらしたら8000とか7500ぐらいにちょっと落ちるんだけど、スペック的にはね、ちょっと落ちるんだけど、省電力、すごくね、省電力になっていて、今までつけてたのが、GTX 760、OC、オーバークロックモデルってやつで、電気消費がどれとかね、160、70とかね、結構そんぐらいだったんです、マックスでね。で、これどれぐらいすごいかっていうと、はい、ですね、ちょっと調べてみた限りなんですけど、これの消費電力は箱に書いてなかったのであれなんですけど、公式ページで見ると、最大 75W というところでございます。補助電源なしで 75W までということでございます。これでスペックが2割減だと相当すごいよね。今までだって補助電源が2つ挿してたからね、6ピンが2つ挿してて、消費電力も160、70とかね、だいたいそれぐらいだったのに、なしで、これだけのスペックを出せると。それでもうカカクコムとかアマゾンでもものすごく評判がいいということでございます。で、あともう一番評判的にすごいのは、ある一定までこの、なんていうのかな、見えないか、こう絵があるんだけど、このファンが回らないってことですね。はい、まあそんな感じですけど、とりあえず開封してみましょうか。楽しいよね、こういうの好きだから。切れない。
きますよ、開きますよ、箱でした箱でした、この中だね、まあ大体この中だね、せーの、じゃん、はい、これね、これ今回いただきました、うーん、あー意外とちっちゃいか、あんま変わんない、あんまり変わんない感じだね。こういう袋ね、パソコン関係してる人分かると思うんだけど、こういう袋ね、一応静電気防止の袋なんで意外と、いいんですよね、これは。付属品が、なんか何もねえな、こんだけだ、こんだけ、こんだけ、なんか英語で書いてる、ちょっと 白飛びしちゃってるけど、なんか英語で書いてるやつと、CD だよね、ドライバー CD と、あとは説明書、以上です。シンプルですね。おお、カチャンってました。うん、あのね、こんだけ説明書はちょっと厚みがあるんだけど、日本語ページってこれだけです。うん、まあスロットに挿して取り付けてくださいと。この2ページしかないから、うん、あともう全部なんか全部あのなんか いろんな語源がちょっと見えないか、語源があって2ページ2ページずつで語源がいっぱいある、何十カ国か使えるんだよね。はい、まあ以上でございます。はい、まあ、これの開封はこれでとりあえずね、あとでつけますから。はい、続いて CPU クーラーの開封でございます。よいしょ、おお、重い、こっちはね、重量感がすげえ、おお、こんな感じ入ってるね、サイズが、おお、これ、思ったより軽いわピン、こんな感じだね、本体、うん、このな、何がどう評判がいいのか分かんないけど、でもこれが8本あるのがいいのかな、この銅パイプっていうのか、このね、8本あるからこう熱伝導率がこっちに伝わっていきやすいのかな、思ったより軽いんだけど、もうちょっと重たいものかと思ってた。はい、これはね、本当評判がすごくネット上でいいんですよ。で、付属品的なものが、CPU クーラーのファンだね、取り付けるファンと、あとなんか小物が入ってるのかな。以上でございます。何入ってんだろう、金具かな、金具とか、なんかこれも見てるかな。おっと、で箱の中に入ってたのは、箱に入ってるものが、まあ、プレートと、グリスとネジとか、あとこれも、これ表につけるプレートなのかな。で、この金具ね、サイズは昔からこれなんかファンにつける、このね、本体とファンにつける金具が大体こんな感じだよ。説明書はこんな感じ、ちょっと白飛びしちゃったかな。日本語と英語のが一緒に書いてある感じかな、一枚で、分かりづらいか。英語の、日本語の下に英語で書いてるのかな。この説明書で似たようなことね、書いてるなと思ってるんだけど、あの書くあれが違うんだね、あのソケットのあれが違うんだね。こっちはソケット LJ775 とか、まあ今主流のインテルになってて、裏がね、あの AMD になってて、でこれがソケット2011って、まあ最近のやつだかな。説明書はこんな感じでございます。 CPU ファンは説明書と違うね、ほら CPU ファンなんか、ほらファンのところに線が入ってるじゃないですか、ちょっとか、で CPU はなんか線が入ってる、で裏のこういう説明にほらなんか線が入ってる、で入ってる、これ線なんかないんだけど、線っぽくはあるけどね、あ、こっちに入ってた。まあ取り付けもバックプレートから取り付けてくれってことなんで、いよいよ組み立て編の方に行きたいと思います。はい、ですね、組み立て編になります。まずね、こういう補助電源、これがで、これ外したんだけど、これがね、水冷のポンプを回してたこの電源かな。一
もご覧いただきありがとうございます。まだチャンネル登録をお済みでない方はこちらのボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマホで見ている方は下のチャンネル登録より登録をお願いします。